お絵描き心理テスト来た。来たキャプテン。はい、今回新入り出てきました。お、新入り会誰だい。新入り、あいさしろ。はい、どうも、コスケです。よろしくお願いします。あいさつの仕方がなってえぇ、ー、バカの新入り教えられてもいないのに。じゃあ、お絵描き心理テスターである我々が心理テスター、君に、君にやり方を教えよう。教えてください。これね、びっくりするよ。何？絵を描くだけで、うん、あなたの体が丸裸。はい、イエーイイエーイ楽しすぎてずっとやり続けてさ、めっちゃ手ちょっと止まんないんで。32番からです。じゃあコウスケさんから手もらおうしようか。はい、頑張れ。じゃあこれのお題を書けばいいと、ね、そう、うん、はい、お題が出るから。じゃあいきます。ロン、はい、色のイメージ、うん、直感で書くということで。はい、お、紫、お、異性の名前。異性か。コウスケさん、これルールがあります。ガチでリアルでもいいから、うん、気になる子でも異性の子だからね。ラヒさん前回ね、なかなかのカミングアウトしてた。俺らの知らねえ女出してた。もう振られた女だし、いいやろ。いいやろ、過去の女なんかよ。紫か。むずいな。夏木マリ。紫でイメージだね。まあ、はい、あ、ちょっとはみってる部分を押して、うんうん、すごい上手くタッチ。はい。なんだよ。お前すげえな。すげえな。いや、お前夏木か。魔女のイメージあるよ。魔女のイメージ。魔女。すげえな。お小遣いくれる方か。これちょっと面白いね。面白いでしょ。次行こう。次行こう。はい。次誰か。じゃあ富士。俺行こう。はい。で富士平俺で行こう。道を歩いてると壁の前に出た。壁はどれくらい高さだったの？壁っていうぐらいだから。うん。自分の思う壁を描いてみよう。たらよ、これぐらいでよ、まあ、ドアあるでしょ。おなるほどね、はい、これぐらい、はい、あなたの丸々の高さ、何の高いの、何、うわっ、うわっ、でも、待って、か、ドアあるよ。関係ねえから、関係ねえよ、スルスルよ。でもあれね、ドアさえ開けれればね、プライドが高いとか関係ないってこと。あ、俺か、じゃあ次行くわ。蝶が飛んできた。蝶は眼鏡どこに止まった。どこに止まったの。分かるで勝ってんだろ。エッチな蝶だ。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 ちょっとちょっと、何それ、グラマスパッドくらい。アマゾンです。よしよしよし、ここやろ。あ、丸か、ごめん。まあまあいい、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 普通に蝶書いちゃったわ。はい、あなたは丸々の場所、股間で、はい、丸々正反対。あー、そんなの当然だろ。正解じゃなかった、どうやってそうだよ。干渉じゃねえかよ。でもライヒ合ってたじゃん。じゃあね、合ったったら合ったよ。これめっちゃ面白いね。面白いでしょ。うん、矢印で渦巻きを描いて、どういうこと。そういうそれが渦巻き。そういう、まあまあ、君の中での渦巻きはそういう渦巻きなんだろうな。うん、私渦巻いてるしさ。でも矢印要素どこもないんだよな、これ。矢印来るよ。あ、あれ、これ自身が矢印。矢印。なるほどね。はい、なるほどね、そういうことか。これ自身が矢印だったで、あなたの行動タイプ、わかんのかい、俺の行動タイプが。内向きが自分に没頭する。外向きが周りをよく見る、社交派タイプ。あ、でもこれ外向きだよ。え、外に出てるじゃん、矢印が最後。そうだよね、うん、はい、見ましたか、社交派です。本当に本当に、お前が言ったんじゃねえか。お前が裏切んな。こんな矢印、個性派に決まってんじゃん。ずっとやっちゃう、ずっとやっちゃう。ファンタからプレゼントが、中身を見てどんな気持ちになった。いや、俺もそれはもう、これはもうこれでしょ。ファン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 、ほう、うるぃ、うわ、うわ、うわ、ちょっと寒気がする。寒気がするよ。はい、できそう。これで、はい、え、あなたの一回閉じて、あなたの丸々の評価が終わります。はい、うれぴー、喜ぶとかそういうの分かれてるのかな。いきますよ、ドン。給料に対する素直な評価。あー、まあ、売れピーね。それは、いや、嬉しいでしょ。残高紹介して、売れピー。気持ち悪いでしょ、ちょっと。まあ、もう、売れピーって。あ、そっくりなとこあなたは見つめてます。お、どこを見てた。矢印を書いてたって。そうだね。え、そっくりでしょ。あっちからこっちに矢印。あっちからこっち。え、それはさ、まあ、普通に言っちゃうけどさ、ああ顔でしょ、それって。おー、そっくりって顔じゃん、はいはい、基本的に。うん、じゃあ、これでいくよ。いけ。え、どこがそっくりってないけどね。コンプレックス。本当に隠してるもんね。そうだった、忘れてた。なるほど、俺コンプレックスだったんか。これ面白いね。だったんか、だから隠してます。
まさにあったね。7年やってて初めて知ったわ。お前が顔コンプレックス。次、平。俺も初めて知ったわ。異性からハンカチを借りると、ハンカチの具体的には、どんなハンカチか。まあ、普通にまずハンカチの枠書いてから。枠な、これな。あと柄だね。柄ね。柄大事だもんな。好きなようやつがこうやっていっぱいあって。メスマーク。メスがメスマーク持ってる。メスがメスマーク持ってる。女の子が持ってるよって証。求愛アピール。ドットマーク。それ何？ドット？ここの辺りに。強化のドット。あーいやー、かって書いてある。お前誰だよ。誰だよ。だから昔振られた女だって。毎回毎回。いいよ、小田さんって。恋人に身につけてほしい。丸丸がわかります。はい。何？そんな時間名前書いてよ。すごいよ。早く書いてよ。幼稚園児のパンツだね。名前だよか、なるほどね。幼稚園児のパンツ。なくさないようにねって、どこでなくすんだよ。染みつきまくってんじゃないか。いや、染みじゃねえよ、柄だよ。さらっと同性の顔を描いてみる。さらっとでいい。さらっと。わっわっわっ、さらっとすぎ。いいね。同性男。あれ、僕ら僕らされてんの。ちょっと待って。カービィ、カービィ、カービィ、さらっと。カービィじゃない、カービィ。さらっとだよ。カービィ、ちゃんと二等身か。それがドンパッチじゃ、ドンパッチ。どうせだもんね、ついてるもんついてるわな。ブルーベリーアイかもしれない、これ。目小せえよ。あなたは〇〇をこう見てる。はい。カービィ、カービィだったんだ。なんか出してる、なんか出してる、なんか股間から出してる、股間から出してる。最近さ、トイレ我慢してる時にさ、ちょっとそんな特殊な話聞きたくなかったわ。あとでね、はい、異性の髪の毛、異性の髪の毛、髪の毛、異性か、え、どんなんだろう、どう、はい、あ、おお、定番な感じじゃない、定番だね、ね、はい、ロング、うんうん、まあ、ロング、あ、CM 来る、シュワちゃんか、あ、来るか、シュワちゃんじゃない、シュワちゃんか、あ、シュワちゃんか、20回無料、マジで、やった、やるしかねえ、わ、わ、やるしかねえ、めっちゃ出てる、めっちゃ出てる、レア出るか、レア出るか、出る出る、あれ、これなんかやっぱ、あれ。終わりぐらいぞ。メガフルだぜ。メガフル楽しめ。ギャラクレイズ楽しめる。ゲーム自体確定。さらにレアが出る。20回目に行くよ。このゲームはエレメンタルストーリー。よくあのあるよね、 YouTube のゲーム。あるあるある。すげえ。偉大さだ俺ら。されてねえのに。まあ、行くよ。行くよ。行きます。結果。そんな芋くせやついた？芋くせ女だなよ。こんな芋くせやついたか？確かに。まあ確かに。誰の？ああ誰のことだよ。お、今夜は流星群の入り。パッと映らないで流れ星は何個見えた？ああ、ロマンチスト。ロマンチスト。でも、はい、流れ星でしょ？ロマンチストだね。流星群の日だからね。うん。なんだよ。そう、ラッキーじゃないよ。はい。すごい。うせえな。2個、俺2個見る。1個見るのでも、だって俺流星群見たことないから。これでなるの？2個、2個、2個。これじゃあすごいじゃない。それじゃあラッキー。あ、うん、流れ星か。飛行機？野生の本性。本性、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 本性だよ。いきます。聖魔獣じゃん。こういうなら落とせるか。今ってことでしょ。うん、マジで。でも、え、流星群ってなっけ、5つぐらい書いちゃわない。でもそれは自分に自信があるってことで。そう、あれめっちゃ落とせるみたいな。今お前自分でボケちゃったよ。あれ、まあまあいけるか。俺一個も書けねえもん。俺一個も書けねえ。そもそもルールがないだろ。お、この資格を使って窓の絵を描いてみて。窓の絵、窓、あ、なるほどね。じゃあズボンつけてあげて、あ、開いてるよ。よし、これでどうだ。上何？上じゃあ上何だったの？気になった。SNS だと結構。うわ、あ、ラッキーね。はい。マヒアすげえぞきっと。いいから。うわ、ガッチガチやぞ。お、開いた窓が全体公開で警戒心ゼロ。閉めた窓が友達まで公開ゼロ。カーテンまで閉まった窓が警戒心マックスの鍵開か。え、これ開いてるじゃん。確かに。開いてる、開いてる。警戒心ゼロ。お、ガバガバ。ガバガバ。おい、狙うなら俺だぞ。よし。どういうことだよ。何狙うなら俺だぞ。どう狙うの？いや、DM 待ってますって言ったらね。クジラの絵。クジラ？あ、普通じゃん。俺、クジラちょっとイメージで描けるよ。あ、本当？あ、かわいい。うまい。うまいでしょ？うん。
いや、お前の指の感じが場所間違うね。塩の場所間違う。塩の場所間違う。だから塩は出ない。そっちの塩じゃない。クジラ、クジラ哺乳類だ。クジラ哺乳類だ。人間は、人間は、人間も哺乳類。一緒一緒。塩服が。そっちの塩って何？いや、あれ、お前そこもなかなか。そうかしくね。お前そこなかなか。え？あれ？背中に。背中これくらい。え？え？背中。いや、まあ一回書いてみる。あったか？そうそうそう。鼻で。増えた増えた増えた。めっちゃ増えたやん。二箇所から出てるってことだよこれ。うまい。うまい。それうまい。可愛い。うまい。あ、汗。なんかここはじゃないんだ。こんな感じかな。おお。え？え？道？うまい。川みたいなってことになってる。シャドウ。シャドウ。シャドウ。車。シャドウ。シャドウ。打ち上げられてんじゃねえかよ。あなた、エッチ上手か。バレちゃう初めて。いくよ。はい。海も変えた人は激しいのが好き。白くてもないです。やばい。やばい。キヨテクニシャンじゃん。やばい。しかも2回吹かせるぞって言ったの。吹かせまくり。その手。手、2回吹かせるぞ。ダメダメダメ、すげえ。お前完璧かよ。完璧だ。お、コップの中に水がどれくらい入ってる？おー、あー、あー、ここまで入ってる。うわー、まあ、いいでしょ。なるほど。人生満足度。うわー、これちょっと予想つくな。水が多いほど今の人生満足。半分以下にさ、これから。まあ満足してる。満足してる。でもこぼすほど満足してるってことでしょ。そういうことだわ。なるほど。あれ、一時期さ、超満足して今微妙なんじゃない？これ要するにこぼれた事実があるんだけど、今は満杯じゃないっていう。確かに満杯じゃないもんね。そうそうそう、こぼれて減ってるもんね。なんかあったんだよ。ああ、そういうこと。何かあったのか。心が先に。そうそう、俺のこの叫び聞いてくれるのか。お前らチームだけど、俺らカウンセラーじゃねえから。いい面倒せがいい。これだよ。はい、ラスト。はい、コウスケいきます。コウスケラスト締めてくれ。はいよ。また終わったかよ。でもお月様ね。はい、もう今バッていきます。もうお月様さ、こうでかい。でかっ。細っ。細っ。細いなぁ。とんでもねえ下職者なんだ。なぁ。回答。ん？母親。母親か。うまいな、俺。マジか。マザコン説あるからね。いきます。ドン。月が大きいば大きいほどマザコンの気があります。ああ。俺マザコンなんだけどな。え？これ大きいよ、でも。大きいけど、かけちゃってるなぁ。そうだね。そうね。もう一個、これが。コウスケ、そうだよね、もう一個。もう一個、5回。はい。このシリーズ、毎回面白く終わってるから。なんだよ、このワンテイク。ハード上げんなよ。面白く出るまで。行くぞ、面白い落ち作って。はい。もちろん、ちょっと。もう一回、コウスケいきます。はい。あなたのお気に入りの文房具を勝手に使った人はどんな人で、は。何これ。うわ、悪そう。悪そう。悪魔じゃん、顔だよ。いじめっ子だね、これね。これ子供なら許されるけど、これ年齢はいくつなんだろう。制服っぽいな。中学校だな。学ランだ。学ランか。ってことは何歳なのこれで。そのポケット何だ。 10?7? 若いよ。これもう、もう今ね、頭の中バッて、もうある人物が浮かんだから。おー、いいよ。なるほどね。じゃあ回答、ドン。あなたの〇〇年齢。え、何？いきます、ドン。若いんだ。結局何だったの？下は何だったんだ？